Konnichiwa. Namaste. Konnichiwa. Dako wa doko desu ka? Nihon ni aimasu. Dako wa Hankun no gakko wa doko desu ka? Boku no gakko wa Amerika ni arimasu. Gakko no namae wa Menlo School desu. Ah, so desu ka. Boku no gakko wa Alba International desu. そうですか。メロスクールの規則はとても厳しいですか？いいえ、規則は自由です。アルバインターナショナル規則はどうですか？とても厳しいです。なるほどですね。メロスクールで T シャツを着てもいいですか？はい、T シャツを着てもいいです。アルバインターナショナルスクールは T シャツを着てもいいですか？いいえ、制服があります。ショーツを履いてもいいですか？はい、ショーツを履いてもいいです。でも、ショーツがとてもとても短くてはダメです。そうですか。キスをしてもいいですか？はい、キスをしてもいいです。アルバインターナショナルはキスをしてもいいですか？はい、でも学校でキスはダメです。そうですか。アルバインターナショナルは男の生徒は髪の毛が長くてもいいですか？女の生徒は髪の毛長く、くてもいいですか？そうですか。僕の学校はスパゲティストラップスを着てはダメです。アルバインターナショナルではスプリエディシラプスはダメです。そうですか。すみません。お昼休みは あと5分だけクラスに行きます。クラスでテストしに行きます。さよなら。じゃあね。こんにちは。アレクス君、こんにちは。学校の名前は何ですか？Menlo 学園です。学校です。エフェ君の学園は？アルバインターナショナルです。そうですか。マルズ君の学校の規則は厳しいですか？それとも、自由ですか？とても自由です。エフェ君の学校は？僕の学校の規則はとても厳しいですよ。そうですか。マルズ君の学校で T シャツを着てもいいですか？T シャツは着てもいいです。エフェ君の学校は？僕の学校は制服がありますから T シャツを着てもダメです。はい、残念ですね。マルズ君の学校でショートパンツを履いてもいいですか？はい、ショートパンツを履いてもいいです。いいですね。そして女の生徒は短いスカートを履いてもいいですか？はい、短いスカートを履いてもいいです。いいです。僕の学校は？僕の学校はとても厳しいですから、女の生徒は、短いスカートを履いてもダメです。残念ですね。はい、とっても残念です。そして、マルズ君の学校で男の生徒は長い髪の毛は長くてはいいですか？はい、男の生徒は髪の毛は長くてもいいです。そして、男の生徒はピアスをしてもいいですか？はい、男の生徒はピアスをしてもいいです。エフェ君の学校は？僕の学校でしてもダメです。でも、うちで、そして町でしてもいいです。そうですか。はい。9時です。日本語のクラス、勉強をしに行きます。僕も遅いです。じゃあまたね。じゃあまたね。こんにちは。こんにちは。お名前は？私の名前はマリカです。お名前は？私の名前はリラカです。学校の名前は？私の学校の名前はアルバインターナショナルです。
Ah, そうですか。私の学校にアクセサリーを知ってはダメです。あ、そうですか。残念ですね。ね。あ、